JR 高崎駅にいます。おともちライブ終わりました。聞いてくださった皆様ありがとうございました。今日はこちらですね、高崎街中コミュニティサイクルタカチャリです。これはね、この西口エリア、高崎駅西口エリアで使える無料のシェアサイクル、これがこれですね。ああ、そっか、100円いるんだった。あったかな。100円ありませんでした。鍵、これ無料なんですけれども、ここに100円挿して使うんですよね。でここにヘルメットが入っているので、今着用義務でしたっけ？なりましたんで、ね。で、後ろはない。ギアもなし。普通の自転車ですね。東口には行けないんですよ。で、鍵も、この返すのよりここに、これですね。これに差し込まないといけないので、そうしないと100円返ってこないですからね。なんで100円が鍵みたいな感じ。100円の存在をすっかり忘れていました。ご利用の際はご注意ください。タカチャリの紹介でした。再びやってきました、タカチャリのところです。100円用意してきました。でこれをここに刺すと、このチェーンが外れるわけですね。これヘルメット入ってるわ。取れました。こんな感じでちょっと私物乗せちゃいましたけれども、使い終わりました。で返却しますが、これ私物ですね。このチェーンをこの裏に刺すと100円が出てきますので、これで返却完了ですね。これここ駅なんですけど、マックのところ一番近いポート、一番高崎駅西口、もう利用率が半端ないですね。やっぱりすぐなくなりますもん。ということで高崎に来た際はこれを使って市内、西口限定ですけれども、周遊してみるのもいいんじゃないでしょうか。ちなみに営業時間ですね、朝の9時から夜の10時までです。それ以降はなんかチェーンがかけられるという話を聞きました。私はその現場見たことないんですけれども、すぐ出ていきますね。ということでタカチャリの紹介でした。高崎の皆様、いつもお世話になっております。今日もありがとうございました。